タイトル防衛、三大タイトル戦が行われた 3.3 大阪大会を振り返っていこうと思います。ヒョウ対神田、ブレイブゲート戦、ヒョウの5度目の防衛戦となっております。勢いのあるヒョウに M3K が解散して、個人プレイヤーとしてタイトルを目指す神田との一戦となっております。で、試合終盤、神田がヒョウにデューズを決める。それはカウント2で返すと。そうすれば神田はですね、奥義であるトルナドでアカプルコを狙うんですが、それはヒョウが返すと。そうするとヒョウがハンティングを決めるんですね。そしてフォールに行くんですが、それを神田、死んだ振りから丸め込みと。あわやカウント3と思いきやなんとかヒョウが返し、最後はサムソンドライバーでカウント3となりましたね。ヒョウが5度目の防衛に成功。神田らしい試合展開をしたものの、あと一つというところで惜しくも敗れてしまいましたね。この盤石なヒョウに対して誰が勝てるのか注目です。春海維新対菊田ダイヤ田中、トライアングルゲート戦。加藤の欠場により急遽王者決定戦となった一戦。維新と田中、この二人の因縁があると決着なるか。試合終盤、維新と田中良也の1対1になり、田中が丸め込みを決めてくると。まあ、それは返してくる。すると、田中がフランフライを決める。それに対しては維新もブレンバスターで対抗をすると。で、そこから維新が小股式チョークスラムでフォールを狙うんですが、それをスルスルっと反転して田中がフォールしていくと。さらに、Dカレッジの連続攻撃。そこから田中がフォールするんですが、なんとか返す維新。すると維新が陣中でカウント3となりましたね。田中はすごいですね。とんでもない身軽さ。そして全てを出し切ったんですが、それを全て受け切った維新が勝利をすると。田中の今後がまあ楽しみすぎる一戦だったのかなと思いますね。そして G ブラッツが新王者になったということで、王者組に誰が挑戦してくるのか注目です。第一試合では札が復帰、髪を金髪に染めての登場と、しっかり怪我を治してきて、これからの巻き返しに注目ですね。そして第2試合では吉田対ギアニーバレッタのヘビー級対決。ドラゴンゲート唯一ギアニーに真っ向から戦える選手なのかなと思いますね。ギアニーバレッタが勝利をしていく。このギアニーバレッタを破る選手は一体誰になるのか。世代3試合、マシン J と溝があるナチュラルバイブスが、マシン J を除いて揃い踏みとなりましたね。亀井が誤爆続きだったんですが、この試合ではジェイソンが亀井に誤爆をしてしまう。そしてナチュラルバイブスは敗北と。果たしてタッグリーグで優勝することはできるのか、まあこの追い詰められた状況がどう影響してくるのか、ナチュラルバイブス一体どうなるのか注目です。マンテ対進むドリームゲート戦、2度目の防衛戦となっております。実力者同士の一戦ですね。そうすると試合序盤、マンテが場外へダイブするんですが、それを進むがかわす。そうするとマンテは着地に失敗をして膝を痛めてしまうと。さすが進む、それを見逃さずすぐさま膝攻め。ここから進むは膝に集中攻撃へ。膝を狙う進むと、それを耐えるマンテという構図がしばらく続き、ようやくマンテが一発返したと思ったら、膝のダメージで動きが止まってしまうと。なかなか自分のリズムが作れないマンテ。その中、マンテが肩車からパワーアップと。さらにスワンダイブ式ファイヤーバードを決めるんですが、膝のダメージがあり、フォールにはいけず。それでもなんとか立て直したマンテがフィニッシュへ向かうと。ベルタフィナーレを狙うんですが、それを進むがパイルドライバーで切り返す。そこから流れをつかんだ進むがジャンボの勝ち、さらに横塚カッター、そしてジャンボの勝ち固めと立て続けに決めるんですが、マンテはカウント2でなんとか返すと。そして激しい攻防の中、マンテがアルゼンチンバックブリーカーから前方へ落とすと。で、最後はベルタフィナーレでカウント3となりましたね。進むがテクニックを駆使して常に主導権を握っていたんですが、マンテの一発一発の重さがそれを凌駕してきたと。理不尽で全てをひっくり返す男。進むは衰え知らずですね。今年46歳の動きとは思えない。まだまだタイトルに絡んでほしいなと思いますね。そしてマンテが2度目の防衛に成功。次は一体誰が来るのか注目です。ビッグハグは防衛に成功。G ブラッツは王座奪
間、タイトル戦は、まあ、ほぼ動かなかったと。いよいよタッグリーグへ向かっていく。どこが優勝するのか、注目です。